こんにちは、デリシキッチンです。食パンでマーブルパウンドケーキを作ります。まず8枚切りの食パン4枚を用意したら一口大に切ります。耐熱のボウルを用意したら、そこに卵1個を割り入れ、砂糖 40g、 牛乳 250cc、 溶かしバター 10g を加えてよく混ぜ合わせます。卵液に食パンを入れてよく混ぜ合わせてください。ふんわりとラップをしたら 600W のレンジで40秒加熱します。パウンド型にクッキングシートを敷いたら食パンを入れましょう。そこにチョコレート1枚を割り入れて、食パンと交互に入れていきます。上から余った卵液をかけたら、190度に予熱したオーブンで30分程度焼いて、粗熱が取れたら粉糖をかけて完成です。以上、デリシキッチンでした。